皆さんこんにちは、東京サバゲパークの鈴木です。今回ご紹介するエアガンはこちらです。東京マルイの VSR10 プロスナイパー G スペックです。発売日は2004年4月の12日、価格が税抜きで 25,800円です。今回この VSR ご紹介するにあたってですね、まあ、VSR1 が間もなく発売かなというのがまず一つと、寒い時期ガスガンとかちょっと使いにくいですよね、そんな中でも気温や天気に左右されないこういったエアコッキングのエアガン、これをね、改めて見直してみたいなと思いますので今回ご紹介します。パッケージはね、もう本当非常にシンプルです。 VSR がねドーンと書かれて G スペックとね大きく書かれてます。これがやっぱり特徴ですよね。そして中を開けると内容物はこんな感じですね。まずはもちろん本体、その下にはクリーニングロッドもありますね。そして取扱説明書もここに入ってます。そしてね、本体ちょっと出しちゃうんですが、初めからもう保護キャップですね、これがついている状態なので非常に安心ですね。そして G スペックの特徴である付属のサイレンサー、これもここについてます。固定されるようにね、実はね両面テープでくっついちゃってるんでね、これ後で剥がしてみたいと思います。そして付属の BB 弾、六角レンチ、そしてこのゴムのキャップがですね、ここの保護キャップになりますね。まあ、つけたままゲームすることもできるんですが、つけなくてもできますのでこのままで OK です。そしてこの箱の中、これね実はスペースを埋めるためなんでね、発泡処理が入っているので何もないんですが、こういったものでスペースが埋められているという形です。内容物としては以上になります。今回使用するのは2021年生産分のモデルになります。マズル部分はこんな感じになってますね。もちろんこのままでも使用できるんですが、付属されているサイレンサー、これをね取り付けることができます。取り付けるときは正ネジになってますね。もう本当に締め込んでいくだけです。はい、最後まで締め込めば OK ですね。取り付けが完了するとちょうどね文字が見えるようになってます。結構これも細かいこだわりですがいいですよね。サイレンサーをつけると全長はこんな感じです。さすがにスナイパーライフルだけあって長いですよね。はい、そして、後ろの方に来るとこのストック部分が樹脂製になります。ストックの後ろのバットプレート、これはゴム製になってます。ここに VSR の刻印が入ります。ストックにはフロントとそしてリアの部分にスリングスイベルがついています。これは G スペックには標準装備という形ですね。マガジンはこちらに入ってます。この前のボタンを押すことで外すことができます。こんな形ですね。非常にシンプルです。装弾数は30発、このね上の部分から BB ローダー等を使って装填することができます。樹脂製なんで非常に軽いですね。アウターバレルはアルミ製になります。そしてレシーバー部分が亜鉛ダイキャスト製になります。こちらのレシーバーの上には20ミリのマウントが標準装備されています。これも G スペックならではですね。こちらのマウントはピカティニー規格ではないので注意が必要です。セーフティーレバーがこちらについてます。手前に倒しているとセーフティー状態、そして打つときは前のファイヤーポジションに移動します。コッキングノブはダイキャスト製になります。コッキングする際は起こしてそして引いて、これ自分で戻してまた戻す、これでローディングされます。シリンダーはシルバーなんでステンレス製ですかね。非常に綺麗ですよね。引いてみると、こうやって動くのもいいですし、引き心地もね非常に滑らかでいいです。ホップアップの調整レバーがこちらについてます。これを後ろの方に持っていけばホップが強くかかります。カリカリとねクリック感が非常にあって使いやすいです。その後ろを見るとアウターバレルのところには刻印が入ってますね。そしてレシーバーにも ASG 系の刻印が入ります。トリガーは金属製になります。そしてトリガーガードの部分はこちらは樹脂製になります。サイレンサーを外すと全長が 950mm と非常にコンパクトです。そしてね重量も約 2kg という形で非常に軽いので、もうフィールドでもやっぱり人気の一丁ですよね。よく見かけます。マガジンに BB 弾を入れるにはこの部分に合わせて、入れていただければ OK です。30発しっかり入りました。それでは初速を計測します。現在の気温が 22.6 度、湿度が 25% です。使用する BB 弾は東京マルイのベアリングバイオ BB 弾 0.2g です。 93.46
93.53、 93.25、 93.35、 93.46 です。高いところでね、非常に安定してますね。トリガープルを計測します。 370g です。すごい軽いですね。スナイパーライフルといえばやっぱりバイポッドつけたいですよね。でバイポッドの付け方なんですが、こちらのねフロントにあるスイベルの部分、ここの E リングを精密のマイナスとかでまずねこう外していただきます。もちろん E リング外すね専用工具があればそれに越したことはないんですが、まずは E リングを外したらピンを抜きます。これでスイベルを外すことができました。この部分にバイポッドを取り付けていきます。バイポッドも入ってたピンの代わりにねこれを挟んでいくような形になりますので、よし、OK、穴に入ったら締め込んでいくと、抜けなくなりましたね。こんな感じでハリスタイプのバイポッドが装着することができました。VSR といえばやっぱりスコープを載せたいなと思ったんですが、今回ちょっとスコープがね乗らなかったんでドットサイトで行きたいと思います。まあ、うちのフィールドでも CQB エリアとかね VSR で入っていく方ドットサイト結構乗っけてますんで、これで行きたいと思います。そしてなぜ乗らなかったかというと、マウントベースの方がピカティニー規格になってないこともあって、まあ、今回利用するねこのマウントの溝の幅、こういうのが合わなかったっていうことがありますね。なので乗せるときは独立でこう前と後ろね調整できるものを選んでもらった方がいいかもしれません。それでは実際にシューティングレンジで射撃します。あ、コッキング非常にスムーズですね。うん、打った感触もそんなに衝撃があるわけじゃないんで、しっかりね固定して打つことができます。トリガープル軽いんですけど視野が落ちる感覚とかがしっかりあるのもやっぱり打ってていいとこですね。うん、やっぱり非常に打ちやすいです。人気な理由分かりますよね。 G スペックの特徴であるこちらのサイレンサーですね、これどれぐらい効果があるのか今回は外して打ってみたいと思います。それでは行きます。全然違いますね。やっぱりサイレンサー効くんですよね。こんだけ音の違いがあります。もう甲高い破裂音がすごいですね。やっぱりつけた方がいいですね。 0.2g で 30m を狙います。狙いはセンターサークルです。うん、難度非常に良かったんじゃないでしょうか。 0.25g で 30m を狙います。狙いはセンターサークルです。ちょっと風出てきましたけど、うん、まとまったんじゃないでしょうか。それではちょっとヘッドショット狙ってみます。うん、30ぐらいだとやっぱ狙えますね。うん、きっちりと吸い込まれてきます。さあ今回はスナイパーライフルなんで 0.28g を使って撃ってみたいと思います。距離は同じく 30m、 狙いはセンターサークルです。重めの球しっかり飛ばせますね。うん、いいっすね。ヘッドショットもいきましょう。うん、狙えますね。あ、ちょっと右かな。
うん、ヘッドショットもしっかり狙えますね。 0.2g で 40m を狙います。狙いはセンターサークルです。うん、当たるけどやっぱちょっと風ありますね。あとはドットサイドで狙うのはやっぱ40は遠いですね。スコープ欲しいですね。0.25g で 40m を狙います。狙いはセンターサークルです。0.28g で 40m を狙います。狙いはセンターサークルです。また風が出てきましたけど、やっぱ重めの球安定しますね。うん、いいんじゃないですか。ヘッドショット狙ってみます。あ、意外と意外といけましたね。最後ちょっと上いっちゃいましたけどね。安定しますね。うん、さあ実際に射撃してきました。もう本当にねノーマルの状態でも射撃性能申し分なしです。さすがにちょっと風があったんでね、遠い距離 40m だとブレる時はあったんですが、それでも重量弾 0.28g がねノーマルでしっかりホップかかって飛ばせたっていうのは良かったですね。もう重量弾を使えば 40m でもしっかりセンターサークル狙うことができたんで、本当に射撃性能は文句なしかなと思います。あえて言うことがあるとすれば、まあ、ここのマウントですかね。ピカティニー規格じゃないんでね、ちょっとスコープ乗せるときに選ぶかなっていうのは思いました。まあ、こういったものも今発売から年数が経ってカスタムパーツいっぱい出てますんでね、そういうもので対応できるかなと思います。そして今言った通りカスタムパーツ非常に多いんでね、自分好みの一丁作る方非常に多いですよね。 VSR10 購入される方ってね、なんでしょうかね、いじりたくなっちゃうんでしょうかね。もう本当にこのストックからね自分の好みのものに変えたりとか、それこそもうシリンダーさえあれば外装全部変えちゃう方なんかもいらっしゃるんでね、こういった楽しみ方ができるのも一つのいいところかなと思います。 VSR1 丁持ってれば本当にねランニングコストも安いですし、あとはもう寒い時、雨降ってる時、気温や天気に左右されずにいつでも使えるっていうところがねやっぱり魅力の一つかなと思います。サバゲでももちろん使いやすいですし、プリンキングでももちろん打ってて楽しいですからね、非常にいい一丁だと思います。今回ご紹介したエアガンは東京マルイの VSR10 プロスナイパー G スペックでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。